マージャンファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。本日は第2期交流戦 A ブロックの対局をお届けしてまいります。実況は私、古橋隆が、そして本日の解説には渋谷アベマズ所属、白鳥翔プロにお越しいただいております。白鳥さん、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、この交流戦とは、日本プロ麻雀連盟に所属する M リーガー20名によって行われるタイトル戦となっております。一発裏ドラ、そして赤ドラのある WRC-R ルールを採用し、優勝賞金はなんと100万円でございます。よし、はい、気合入ってますね。そしてなんとなんと副賞として日清食品様よりカップヌードル各種1ケース、こちらが優勝者に贈呈されます。はい、ここにもね各種ありますけれども、はい、白鳥さん、これ9種類今ね、はい、用意していただいてるんですけど、うん、どれが一番、僕ね、あのカレーあんま好きじゃないんですけど、はいはい、僕このカレー味、はい、カレー味ですね、好きなんですよね。カレー味が好き、はい、カレーは好きじゃないのにカレー味、そう、カレー味、日清さんのこのカップヌードルのカレー味が好き、はい、これね、チーズのね、カレーもあるんですよ、ね、チーズのカレー、チーズカレーもね、あるんでね、1個ずつ食べていただいて、ありがとうございます、はい、ちなみに僕はですね、うん、チリトマト、あ、うん、もうこれはちょっと外せないですね、でちょっとあれだね、うん、でもやっぱなんかこのシンプルなのも、まあまあそうね、やっぱりね、はい、シンプルは王道ですからね、はい、王道ね、うん、はい、ちなみに黒沢さんはもうすでに20個ほど袋に詰めていたという情報が、はい、入っておりますので、ちょっと怒られてませんでした、はい、お気をつけくださいはい、それでは早速この A ブロック1択に出場する選手を、紹介していきたいと思います。はい、これは黒沢さんが映ってますね。はい、まずはトンチャです。チームライデン所属、黒沢咲。はい、15個と言ってました。15個は、はい、続いてナンチャです。 EX 風林火山所属、二階堂明。シャーチャです。セガサミーフェニックス所属、東条リオ。最後にペイチャです。コナミマージャンファイトクラブ所属、滝沢和則。対照的なね、なんかあれですね、滝沢さんだけ真剣に100万円を狙ってる顔を出してましたけれどもはい、この4名で、本日の A ブロックは1回戦、まず1回戦を行い、上位2名が A ブロックの決勝戦に進むというシステムとなっておりますが、白鳥さん、この1択、はい、どういった展開を予想されますか。あの2人抜けなんですよね、人なんです。そうです、はい、でまあなんかそれぞれ多分皆様が普段ご覧になってる M リーグの時の打ち方と、うん、まあ、ちょっと変わる気はするんですけど、はい、まあ、唯一なんか黒沢さんだけは変わんなそうなんで、まあなんか他の3人がどう対応していくかなっていうのと、はい、まあ、黒沢さんなんか一発打点決まっちゃえばなんか1着残るのかなっていう気持ち、2までですからね、とりあえずは。そう、そうなんですね、はい、黒沢の高打点に要注目、要注意と。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ではそろそろ対局と参りましょう。第2期交流戦予選 A ブロック1択投牌の開始です。お願いします。立会人友竹正治の合図によって開始されました。改めまして並びは、トンチャに黒沢、ナンチャに秋、シャーチャに東条、ペイチャに滝沢です。なんか、はい、東条さんちょっと見ない間に雰囲気が変わりすぎて、そうなんですよ、もう、誰だかよく分からなかったですけど、俺ね、髪が黒くなって、うん、女優みたいな、そうですね。その登場はシャーチャースタートとなっております。ドラはパーマン。まずは注目の黒沢の親番、いいですよね。いいですね、うん、そして秋、悪くないですね、初が統一。悪くないですけど、やっぱドラ表示牌ね、うん、あーチーマンが抜けてます ね、そして登場はパーマン、ドラのパーマンが統一。あれ滝沢が一番良さそう、はい、あーでも黒沢もぶつかりそうじゃないですか。ぶつかりそうですね、左ね。ちょっと滝沢さんはね、今のところちょっと打点が見えないんで、まあリーチピンフとか、うん、でも白鳥さん赤が、えこれはなんかもう上がり、はい、上がりはもらったなっていうところですか。僕だったら思っちゃいますけど、うん、さあこの交流戦ですけれども WRC-R ルールということで、はい、赤牌が5に1枚ずつ入ってますから、うんうん、その赤がねまだ誰の手にもない。そうですね、ということは滝沢がこれはウーマンかウーピンどっち残すかでしたね、うん、はい、うん、表示合いがチーマンなんで、やっぱりローマン引いた時のスッチーマンがあまり強くないだろうという判断がちょっとあったんじゃないかなと。ならばローピンを引いたスッチーピンの方がいいんじゃないか。そうですね、はい、さあただ本命はやっぱ想像の三面ちゃんとかでなるのがいいですよね。
さあ黒沢も徐々にまとまってきています。そして秋もいいシャンテンで、ここは数万切りドラがパーマン。なるほど。登場はドラドラだけど1手2手遅れている印象です。9万とか切ってね、うん、あ、そうですね、はい、トイツを絶対使うぞっていうプランでしたね。来た、来ましたよ。これは一番嬉しい。滝沢先生リーチ、待ち割りアンウッパーソー三面ちゃん、これね、黒沢さん、あ、いや、ちょっと待って、これでもパーピンだけど、リアンソーが出ていく可能性全然あるんで。ありますね。あのね、やっぱ前順の3万切りがやっぱ黒沢さんらしくて、はい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 、前順ね、リアンソー切りとかもあったんですよ。3万のくっつきも残すっていうよ、ね、はい、ありますね。ただやっぱ黒沢さんは、これ、パーマンも引くこと考えてるんで。ドラのパーマンですね。そう、そうすると、はい、やっぱりリアンウソの部分で頭作って、ウッパーマンのところを生かすってことを考えるとね、はい、やっぱりリアンソー残す形になるんですけど、まあ、これ降りることなさそうですね。ないですよね。さあ当時も三面ちゃんができた。いやでもここはもう1対1でしょ。あー、これはやばいかも。いや、ただ三ピン、うん、リアンピン切ってるっていうのもありましたね。さあ秋は初の統一落としの後、ここは丁寧に回っていくんでしょうか。登場もドラドラとはいえまだリアンシャンテン、まあ、でもただ E ピンぐらいって感じでしたね。ぐらいの範囲ですか、うん、ウーピンは、なるほど、ウーピンは黒沢さんに中筋なんで、はい、まだ一応切りたくもないよっていう、残しておきたい、はい、3ピンも通りましたけどね、はい、ここで3ピン切りです。秋いいシャンテン。さあ登場、ここはイーピン現物です。滝沢リアンウッパーソー、時間がかかります。ああ、まあまあまあ、でもでもでも、まあ、つも切りそうですね。はい、つも切りです。3ピン切ったとなれば、あ、そうですか。赤ウソがね、イーペイコーのリアンソーはないんですけど、赤ウソがありますよ。でも赤ウソ黒沢さん引く可能性もあるからね。黒沢が引いたらやばいですよ。倍満期、うん、あれ、ここは秋急走を切って貫浪層の天敗だ。闇天、打点的にはリーチってもおかしくなかったですね。はい、リーチ単葉ドラ1、うん、ここは秋闇天に構えました。間違いいいか悪いかは分からないけど、リーチという手もありますね。はい、いやー、なかなか引かない。おわー、カンカンですよ、これは。カンカンカン。さあ楽しみなシンドラ、滝沢にとっても楽しみ。あー、これ、じゃこれね、はい、秋さんの最後の上がり合いだったんですよね。ローソー、カンローソー、これでなくなりましたね。なくなった、はい、山にはね、うん、いやでも東條さんからも出ないから。さあそして滝沢にドラが1枚乗ってます。チーソー上がりたいっすね。じゃあもう上がりたい。まだパーソーが3枚生きてるんで、休めでもいいから上がりたい、うん、パーソー3枚、これで2枚、うん、であと赤ウソが1枚と、はい、山にリアンパーソー3枚、引けない。黒沢はどうだ、引けない。え、なんでこんな引けない。あ、うんうん、これはチーソーが今通った。あ、これは赤ウソ、赤ウソ1枚。さあ登場、このチーソーをチーして、これはリアンウッパーソーがほぼ余る。これね、ウーマンローマン現物なんですよね。あ、でも急走いったのか。急走現物か、なるほど。ということはパーソー、まあリアンウッパーソーどれか勝負しようという構えですね。そうですね。ただテンパらなかったらいかないと思うな。あとは秋が、これはウーマンが取っている。ただドラ、うん、切りますか。パーマンが元ドラなんですね。元ドラ、はい。これウーソー切ることはない、うん、ないので、秋さんはパーマンを切るか降りるかですか。そうですね、切るならパーマンですね。あの、ウソ切っても振り点なんで、これ本当だ、赤ウマン切ってますね、はい、やっぱりリアンウソウッパーソー2筋にかかるところ打って、あ、やめた、はい、うん、ドラ打たない、ね、となると登場が赤ウソをなんと食い取ってる、食い取っている。え、これウーマンローマン行きそうですけどね。なんかこっからなんか無筋打ってまだいいシャンテンってかなりきついんで、はい、うん、超攻撃的にいくならやっぱパーソーなんですけど、はい、いやでもね、それは厳しいと思ってると思うんですよね。もう町どこって言われたら想図のね、真ん中あたり結構通っちゃってますからね。で、黒沢さんウーマン4枚目のウーマン泣かなかったっすよ。うそ、泣かずに、タンヤまあ単野は赤か、今天敗ね、天換三層、うん、イーペイコ赤、3枚ある。いや、ないか、ないですね。3層から点となると滝沢まだあるぞ。パーソーが2枚、
シーソー取ってる。パーソーがここに来た。おさあ、秋今、まあ、ウッパーソー打つことはないでしょうから、ここはローマン切りです。いや、なんかもしかしたら、これ、はい、東条さんの地位が唯一の黒沢さんの連チャンのルートだったかもしれないですね。なんと。秋さんにも積もられてたし。そうか。パーソー掴んでたし、はい、これが敗退。さあ黒沢親番つなぎました。黒沢滝沢の2人転敗。いやー滝沢5巡目リーチの3面ちゃんですからね。めちゃくちゃ見てましたね今黒沢さん転敗系を。滝沢の転敗系ですか。はい、はい、いやーただやっぱこれね、うん、ちょっと生粋の、はい、流れ派としてはこれ黒沢さん来るんじゃないかっていう。誰が流れ派なんですか。いやいやまあ、あなたですか。いや、古橋さん流れ派じゃないですか、はい、まあどちらかといえばどちらかといえば、はい、うん、もう今ちょっと黒沢さん来そうな気しない。いやまあいつでもします。いやもう黒沢さんね、はい、確かにいつでも、まあ、ただね今日のね、A ブロックに出てる8名は、うん、今期 M リーグのレギュラーシーズンで下位だった8人なんですよね。うん、だからちょっと今期調子はあまり良くないんじゃないかなと。なまあ、そこで、まあ、予選というかみたいな感じ、はい、でこの中から8人から1人1人だけ、はい、決勝戦に進むというシステムになっております。だからね滝沢の三面ちゃんもまあ滝沢さんが一番感触悪いけどな。うん確かにあれ上がれないんかいみたいな。例えば今季ね絶好調だった勝俣あたりだったら一発で赤ウソなんか引いて裏も乗って3戦6戦みたいなね、まあ、そのイメージが一番あるのは伊達さんですね、うん、ああ伊達ですね、うん、はい伊達はちなみに伊達は予選 C 択に登場となっております、はい、もうあ白鳥さんと同卓じゃないですか。そうもう終わり、はい、伊達佐々木ルミ、うん、もう絶対勝たない、はい、絶対勝たない択敗北宣言でもうなんかもう1ミリも勝つイメージ湧かない択です、はい、さあトンの1曲は1本バキオタクが1本黒沢の連チャンです。東条はドラドラ赤とあります。そして親番の黒沢もいいですよね。なんか伸びてますよね、はい、単品3色まで。あー秋さんか本一行きたい順が重なりました。ただイーシャンテンいやこれ東条さんもね今トン重なったんで、はいうん、ここ生かしてドラさんあるんでね。そうですね上がりたいですよね。トンは1枚切れ。あーごめんなさいトン2枚切れです。あトン2枚切れ、 枚切れはい。おわこれ嬉しい。まあでもまあこれ当然といえば当然のツモかなっていうまあまあまあ、まあうん、はい朝飯前のツモ朝飯前、秋のチューンは1枚切れです。東条厳しいですねこれ。単野鬼行くにも時間がかかる。厳しいっすね。残すかチュンチャンパイ。いやいや残さない。あーパーマン切りか。おパーマンチー、ね、どうですか白鳥さんこれ本一ですか。いや本一ですよね本一、はい、うん、これしかも秋さんの結構チュンよりもちょっと急所なみたいに感じる部分ではありますよね。さあ滝沢まだまだ時間がかかるぞ。いやーでもこれ黒沢さんやっぱシンプルにペイで良かったんじゃないかなと思っちゃいますけど、はい、パーマンじゃなくてですね。やっぱチーマン引きの時のリャンパーマン残り強いし、はいはい、まあ、リャンマン引いてもまあ一応カンチーマンですけど残るしっていう必要といえば必要の牌ですからね。そうなんですよね、やっぱチャンステだったから、まあ、僕だったら目いっぱい行きたいかなっていうの思いますけど、はい、黒沢やっぱねこう面前での攻撃が得意なんで、うんうんうん、泣かないんでやっぱ安全牌を持ちたいっていうのはあるんですかねとか、まあ、でもなんかパーマンってでもほとんどこう今言ったツモじゃないと、はい、まあ自順に出ていく牌だったんですよです、ねうん、そういうのは結構先に処理するタイプではありますよね、はい、あとマンズが高いとか、はい、もうほらもう正解だもんこれで正解正解正解、うん、さあ秋チュンがどこにあるか。赤ウーマンんこれは東条トントンといきますか。打点は十分です。いや武田さん形にならないんで、もう全順嘘を切ってもうスリムにしてます、ね、はい。あー最高じゃんこれは。まずい
まずいね。まずい。これもうなんかめちゃくちゃいそうだけど。赤ウソがある。ちょっともう馬鏡を見てほしいですよ。はい。これ見て。この構図がもうめちゃめちゃいいですね。何山これ？五山じゃない？バニ2枚と滝沢に1枚。滝沢さんがね、ウソを先に処理してたんですけど。はい、五山、まあ、当然一発キャッチ。まあでもリーチ打たれたんで。うん。まあこれは打たないですね。はい、うん、このために準備してたんで。さあ一発赤ウソ出るか？出ない。いやこれ一発赤ウソじゃなくてももう高い。ウソ積もればもうね6000オールからですから。うん。いやでもこれ秋さん打っちゃうもあるんじゃないの？転敗してさ。なるほど。やりますよね、自身も旬が現物だし裾を中筋ですけど、いやでもこの曲ね、やっぱまあ結果どうなるか分かんないですけど、滝沢さんの丁寧な部分出てますよね。さあ黒沢、うん、引きそう、めちゃくちゃ引きそうじゃん、引きそう、これリャンピン取ってないぞ、いやー現物の受け選択ですね、はい、じゃあもうリャンウソ多分ほとんど打たないか、うん、東条にもリャンウソ、いやこれやばい、来た、いややばいよ、だってドラさん登場はやばい、数層ね前順に打ってたからこれ、いやーリャンソだ、止まらない、メンタンピンドラ1万2000、安めです、一番の安め、一番の安めで、一番安くて1万2000です。ちょっと黒さん不満そうな顔してましたね、うんうんうん、安め打たれちゃったわみたいな、確かに1万2000は1万2300、いやなんかねこれがね、はい、赤なしだったら、うん、まあ1万2000のリードって2人抜けで、うん、はい、まあまあなリードだなって思うんですけど、うどうなんですかね、赤ありだと1万2000だとまだまあトン1曲ですし、うん、いやまだまだちょっと待って赤赤ドラ赤ドラドラか、うん、いいですね、いやこれでもさすがにこれ決まったらさすがに一人決まりな感じある、まあまあまあそれぐらいのね、うん、あでも東条もこれはかわしそうだぞ、ヤクヤクといついいけど、なんか黒沢さん今日やっぱもう牌がしなってるもんな、うん、うん、まあね、あの単野も確定してないですし、何より黒沢ですから仕掛けは考えづらい、確かにね、あだからこの9ピンもちょっとね、うん、やっぱうん、まあパーマンを打つとまあ一番、ね、ブロックの、はい、そう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 、何か6キュストや1000万引いた時に、ね、余剰牌がない形で受けれるんですけど、何、はい、か9ピン切る人って、はい、その仕掛ける人単用に向かっていくようなイメージです、行く人が何か9ピンなんですけど、うん、痛すぎてもうそう、だから何かこれもやっぱね、黒沢さんのなんていうのかな、ええ、打点が黒沢さんがこれ高いと言われてるゆえんなんですけど、うん、なんかこれってもうピンフにするか単ヤオにするかみたいな面前で、ほらもう、はい、これ単ヤオのイーシャンテンだもん、これはスッチーピンから打つか、一回9ピン切ってピントが伸びたら選べるっていうのもね、一応選択肢にはあるんですけど、リアンピン切ってるのも大きいでしょうか、数ピンを切っていきました、うん、さあちょうど9のリーチ、当然ね、両面両面なんで、はい、安全度の高い方、端っこの方を残すっていうのは普通なんですけど、イスマルケスはやっぱ弱くなっちゃった時にね、はい、これ勝負手なんで、確かに、さあこのチューンが打たれると東条にポンテンが入るが打たれない、打たれないとなると、打たれないとなると黒沢さんがちょっとチャンスな気がしますけど、あさあ秋天敗だ、完了そう2枚見えですね、これ取らず、取らず、しかも三層切り、三層切りから、まあ、積もり3アンコウの形にしたいっていうのね、一番、あ、チュン出た、さあ登場ポンテンだ、関数万の天敗です、竹澤さんは安全度の高い牌を残しましたね、うん、数万、うわ数万入ってたじゃん、黒沢さんに、本当だ、数万が打たれた、今黒沢当然のように山に手を伸ばしましたが、登場の上がりです、チュン1300は1900、いやでも滝沢さんナイスタイミングって感じですね、うん、そうですね、その結果的に、はい、ですけど、さあ親の満願を放従した東条ですが、ここは一つ上がってまだまだこれからといったところでしょうか、うんうんうん、さあトンの2曲秋の親番、秋さんの3層切りも面白かったですよね、ドラウスが運送だったんでね、うん、はい、まあ、1層を縦に引くイメージですか、うん、んションパイだったし、ドラの1枚2枚ありますよ、さ
あとの2曲秋の夜番です。第一質問で登場ドラのチーマン滝沢白雅といつ両面が2つただメンツはない。うーんいやそんなんでもなくない、まあ、形はいいですね、うん、はい、まあ、形いいけどシャンパンも残ってるし、まあ確かに言われてみればなんか本当にツモ次第って感じ。はい、うーん、いやーこれはあんこに寄せて。でもシャアがな、急走とか切るんじゃないの。なんでわかるんですか、やば、買っちゃった。まあ差し子ですよね黒沢さん。シャアじゃなくて、じゃあシャアはやっぱなんかさ安全度っぽいってことですか。残しておきたいんじゃないですか。シャア一切れですけど、うん、いや別にもうあんこっても良くないですかこれ。別にリーチドライチで、そうね、うん、今急走じゃないとするとやっぱウーマンを切るのがいいですか。いや、数層の方ですか。横伸びあるんで、いや一切れのシャアっていうと、ね、まあシャアですな、シンプルに、うん、一番攻撃的な。さあ差し子が決まるか。黒沢さん本当高打点、うん、しか見てないイメージなんで、やっぱウーマンのくっつきと数層のくっつきでね、そうですね、横に伸ばそうみたいな、三色かみたいな、うん、なんなら単葉もつけちゃえみたいなね、あるかもしれません。でもつけに行ってますよねこれだって、はい、なんかシャアはなんかちょっともう安全牌みたいなイメージですよね。やっぱり2枚落としていくイメージかもしれません。さあ登場は単葉をドライチ3色までか、ね、滝沢メンツができない、うん、しかも安い。そうですね、今の EP のところで、うん、一応ね、ソーズとマンズ払っていくっていう手もなくないですけど、でもあまりに遠すぎるんで、はい。さあ秋ドラ、赤ウーピンを持ってきました。これ4統一目ですね。チート1ですか。ここはパーマンでドラのチーマンを固定決めたって感じですか。はい、効かない。黒沢もツモがパタリと止まっております。ロマンチート1に決めたからしょうがない。ちょっと痛いですけど、まあでも今のね ロッチパーってマンズできたところでみたいな、はい、うん、そうですね。いいピンですか。初打って、うん、ここは初3ピンの受け入れが増えました。おお来たぞ。来たロビン、握れの急走引きましたからね、うん、これは嬉しい。いつもこれもなんか今のも何残すか、うん、ローピンかスーソーかローソーかトンですもんね。そうですね、はい、スーソー切りそうだったな。初は自身で切っている。まあ2枚目ですしね。いやー滝さんマジ進まないこれそろそろ受けるのか。9ピン切り。さあキーシャンテン、ワリアンシャンテンです。みんなまっすぐ一応行ってますけど、うん、あんまこう手が進んでないなっていう。黒沢がウーピンを引き入れて一歩前進、3色のイーシャンテンまで来ています。両面リーチでもいいですよね、うん、十分です。うっそ、ここはトン2枚切れ。2枚切れか。登場数層が入りましたが、まだレアンシャンテン、まあ、ローソー切りそうですね。3層切ってますしね、うん、ここはローソー切り、うん、ようやく引いた。ようやく一メンツ。さあマンズにくっつきません。さあ先制テンパイ誰が入るか。登場イーシャンテン、イースマン、ウッパーマン、カンチーピン、どれを残すか。ここはセオリー通り両面両面のイーシャンテンに構えます。さあ黒沢そろそろダメ。いや引かないっすね。何なんだ、なんかメンツ手で、あーなんかテンパイだけ取りたいんだったら、あー急走メンツ手に戻った、うん、いやこれねチーソー2枚切れだったんで、はい、チーソーがあんこになることないんですよね。うーん、だからスーソー切っておくと、おおなるほど、ウーソーローソーツモでもチートイツのテンパイ取れるんで、はいはいはい、まあ、安全度では急走なんですけど、うん、引きましたよ。サブロソか。
さあ黒沢リーチ数層切りって言ってもありましたよね。確かに言われてみれば、うん、あーチーピンはワンチャンス。いや一旦現物切りますね。チーソー切るのかな。チーソーも9層も現物、イーソーも現物ですね。ここは9層を切ってあわよくば単葉で復活を目指すか。いやでもちょっと順目が足りなすぎて、もう残りつもあと3回ですからね。秋滝沢も白の統一として回る。しゃあまあ、白鳥さんだったらまあシャーと9層のシャンポンでもっと早くにリーチが入って、いやそれでちょっと分かんないですねこのシャーで。いやいやいや、1000、2000ぐらいは可能性あるから。おーなんでもここにローソー上がりが何パターンもある黒沢リーチツモ赤1000、2000。ちょっと一枠決まってそうな雰囲気が出てますね。まあでも、うん、今の他の3社からしたら、はい、まあなんかそんなにこうなんかノーテンバップと変わんないんで、1000、2000ぐらいじゃん。そうまあいいかなっていう、自分ノーテンだったし全員そうですね、うん、はい。しかもテンパったとてっていうね、とてぐらいの手配でしたから。そうさあ登場、現在4着目その3曲ドラワシャー、まあ、ただ2着目とはそんな離れてないですからね、うん、あいいですよ、いいですよ。さあ滝沢はずっとメンツがありませんうん、皆さんまずまず、いやこれはもうさすがにリオちゃんだね。数層切って、ほほほほ、うん、なんか今のとかって、はい、なんかふわっと、うん、イーソーとかちょっと切りたくなっちゃうような、単葉もまあまあなくはないですもんね、ないかなみたいな、うん、まあ、だけどねやっぱ一数ピンのターツも残ってるし6球層のターツも残ってるしで、はいはいはい、まあ、こう数層打っとくのが普通ですね、うん、これは、うん、これ両層ですか。両層これちょっと一通も考えてるってことですよね。両層止まるってことは、うん、確かに積みちゃおうかなという間でしたが、ここは水、まあさすがにね赤1枚あって、うん、とここは秋が動いていきました。パーマンのポン、トイトイも残りますよと、うん、チュンの後付けのイーシャンテンですが、あーローソーか、これは絶好だ、これやばいね、嬉しすぎる。うん、ここにもローソー。さあ秋チュンチュンチュン持ってないですね誰も。パーピンとキューピンの重なりもまあ似てるという、はい、うん、ピッツァはここはいい葬儀。黒沢はちょっとね受け気味の手配進行になりそうです、うん、今のね滝沢さんのね、はい、ちょっと曲がったじゃないですか、はい、本当はストレートに言いそうじゃないですかどう見ても、うん、なんで曲がったかっていうと、はい、東條さん数層切ったあと両層つもぎりで、はい、ちょっと曲がって、ええ、で右層手出しだったんですよね。そうでした。これはね、ええ、まあ、やっぱ想像で、はい、その数層周り、まあ、特に数層、うん、ウーソー手出しなんで、はい、サブロソー二度受けの部分あるかなっていう、うん、だから3層先に処理しちゃおうかなっていうというまでだったんですね、はい、変ですからね、もう数層切って昇降で両層切って、はい、ウーソー手出しってもうなんか、いや分かりやすいですね、うん、解説もいけますね。解説いける、解説が一番いけるって言われてるから、あなるほど、麻雀よりもね、もし、ね、M リーグを、いや、確かに、解説の方でも、ぜひ頑張っていただいて、頑張ります、ぜひ、今、見てますから、皆さん、確かに、はい、解説も、アベマの皆さんもね、覚えてあげてください。さあ、滝沢、どうですか、白鳥さん、これは、数万切りました。うん、まあ、やっぱり、アウト引いたら、シンプルに、単葉イーペイコですしね。うん、はい、あと数万にくっついたら3層数層って外すんですけど、これ3層滝沢さんポンテン取らず、まあ、これは結構当然かなとは思いますけど、これもね滝沢さん数万の周りくっついたら3層から打つと思いますね、はい、東條さんに危ないんで、うん、黒沢が動いていったぞ、なんかいつの間にかトイトイのイーシャンテンになっている、3層いい層切って、9層ポンじゃん、この9層はパーピンから打つか、滝沢当然これも動かない、赤ウーピンが流れてくるがつもぎる、滝沢さんはんロー
ピン。いやーこれねー、あーそうですね、うん、数万にくっついた方、うわーうわうわ急走が間に合っちゃった、いいピンポンで急走だよこれ。いや、あーほんとだ、黒沢の上がりめちゃめちゃ高そうですが、いや高いよ、シャアドラだもん、シャアドラかトイトイシャア、トイトイシャアドラさん、1万にドラシャアだったんですね、うん、1万2000、失礼いたしました、うん、え1万2000、黒沢はこの曲対応しながらとかなんとか言ってたんですけど、今ごちゃごちゃ言ってましたけど、まあ、黒沢さんが仕上げてきたっていうだけでしたね。シャアトイトイドラさんの1万2000で白鳥さん、これはもう一枠は、いやこれは決まりだね、うん、6万点持ってますトン4曲で。でもこっからね、はい、黒沢さんはね、そのやっぱごちゃごちゃしないタイプなんで、あでももう関係ないですね、ごちゃごちゃでもしたい、したいよね、なんちゃでなんがあんこ、アキさんもいいシャンテンでしたけど、いやいやいや、ただねアキも今ハネマン振り込んだんですけど、これ2着まで勝ち上がれますから、はいはいはい、はい、まだ満願積もれば高くなるぐらい、ましたけど、やっぱ面前できますか黒沢これ。まあ現状急所という急所はないからね、まあ一寸間様はね、まあ泣かないんですけど、うん、はい、次にね、またトンじゃなくてパーマン、うん、もうチーマンとか引いたら痛すぎて、ええ、泣きたくなりますけど、なりますね。さあトラはウーマンです、なんか役だからな、やっぱり役なんです、これも残したいけどな、うん、残さないんでしょうね、パーマンと同じような範囲に見えます、そう残さない。さあ秋はシャーチャですよね、シャーとチュンが取り、あチュンポンテン取ってないっすね、秋さん滝沢から打たれてます、はい、さあそして3ピン頑固、これはパーソーですか、2ピン、まあ、ここはトーン切っていいシャンテン、3ピンはチーですよね、いやさすがにね、3ピン滝沢頑固だ、うん、はい、さすがにチー、チュン2枚目、小脇ポンテンを取って、ジャンメンですか、どっち抜けるかですね、おーここはシャンポンに構えた、うーん、なんか上がりやすさそんな変わらないっていう多分、はい、のあると思います、チュン2枚目ポンで、え今シャーロンって言われることありますみたいな、はい、あるんですけど、安いですけどね、シャーは誰も持ってない、うん、ただこう受けとくののいいところは今はね、うん、シャアだと2000点ですけど、はい、まあ赤ウーマンとか引いた時にやっぱだって、うわちょっとやばいリーチか、さすがにやめてんか、うん、まあもう上がったと思ってるでしょうね、はい、これは数万3万3面ちゃんですラスハイの3ピンを8枚山ぐらいの感じで積もってきましたね、すごいな。さあ黒沢、いやこれもなんかリーチ行こうとしてない、ちょっとちょっと今のまあ行きたがってましたね、うん、黒沢イースマンさん、秋はシャアとウーピンのシャンポン、いやでもやっぱウーピンシャアのシャンポンの方が、はい、なんかやっぱ今まで両面に取るのはね、うん、いいようないいと思ってたんですけど、はい、ウーピンシャアのシャンポンの方がいい気がしてきましたね、なんか一応赤ウーピンもあるし、そうか、うん、なんか打点的にも、ね、リーチ取る、リーチだね、まあこれはまあもう、あー上がり逃しの、本当だとなるとやっぱりね、いやでもねこれでも滝沢さんも行きたいから、つもぎりリーチだけど、はい、前陣は通ってる、これ行くよね、ローマ切っていく、うん、一発か、違う、ここで、いやシャーウーピンがなんとなく勝ちそうな気が、いやでも一回スチーピンね逃してるけど、逃してますよシャーはね、これ東条滝沢から、まあ、特に滝沢から打たれて、まあ打たれるでしょうね、いや打たれるね、うん、初、なんでつもぎりリーチなのっていうところなんですね、うん、役割だったけどリーチしてきたか、いやでも初シャンポンだったらいきなりリーチにはなんないよねということで、登場がポン、おお泣いていきましたね、頑張っていく、頑張ってポン、うわシーマン、ここは滝さんもちょっと受けたか、シャーだ、ね、シャーが先にあった、秋の上がりです、チュンシャー2000点、結果一番高い上がりになりましたね、本当だ、リーチ棒ももらって、うん、秋も全然ね、先ほど言った通りまだまだ満貫圏内ですから、うん、
なんか意外にもあれなんかシャンパンに行けるのちょっと抵抗あるんですけど、ありますね、抵抗あると思うんですけど、はい、でもなんかシャウピンもなんか2枚なんちゃ4枚中、うん、アガリアの4枚中3枚がね、はい、まあ、2000点になる、はい、まあ、赤ウピン積もったりすると700、1300、はい、うん、まあちょっと違いますよね、はい、1000点とは、ね、さあ何入です、黒沢の親番ドラワウーピン、ん、秋がかなりまとまっていたか、登場は3と1、滝沢は悪いぞ手配が、でもなんかやっぱ悪いのをしのいでるのが滝沢さんのやっぱイメージあるんで、はい、うん、まあでも我慢が効いて今2着目なんで、そうなんですよね、はい、うん、ほとんど点数を減らしていません、黒沢の嵐の中を耐え忍んでいます、黒沢さんすげえな、まあ、黒沢ここも普通に上がりに来るんでしょうね、手組みを見ていると、なんか好きな麻雀漫画とかないですか、いやめっちゃありますよ、めっちゃあのやっぱ、ええ、麻雀漫画って絶対通るじゃないですか、うん、通りますね、あの麻雀やる人ならそう、ね、皆さん、はい、まあこれ今ご視聴いただいてる皆さん麻雀漫画読んでるか分かんないですけど、うん、僕あのうさぎって漫画めちゃくちゃ好きで、なんかうさぎのあの園長っていうキャラクターですけど、もう園長なんじゃないかなっていう黒沢、ちょっとごめんこれちょっと伝わりづらいんでちょっとぜひ読んでいただきたいんですけど、うさぎをね、うさぎを、はい、園長はあのどういう能力だったんですか、園長はもうあの豪運っていう、あ天宝とかめっちゃ上がってくるんで、はい、シンプルな、はいはい、能力ですね、さあ当然のように初をスルーしていく、秋も二メンツ、ドラ表示範囲のスーピンがネックです、さあ登場、いやこれチートイツのイシャンテにも取れるんですけど、うーん取りたくないですね、急走とかどうですか、急走ありますよね、白鳥さんなら、いや俺ねやっぱ最近こういうの急走打っちゃうかもしんないけど、うん、まあ数走とかもまあありですよね、数走は一応メンツでもまあ残らなくはないかなっていうぐらいの、まあ残りますよね、面前でのメンツが残る、はい、代わりに単品が消えて仕掛けが効かなくなるっていう、ただこれ東條さんの手配って別に仕掛けたい手配じゃないと思うんで、はい、点数状況的にもそうですね、3900なんか上がりたいわけではないっていう、黒沢初を問い落とししている、2枚切れだったんですね、うわー嬉しい、あもうこれだったらもう全然急走打ってよかったですね、ああ積極的ですね、チーピン残していく、チーピン周り引いたら、はい、3万ウーマンで、うん、先手取れそうですよ、登場、さあ秋もこのローマンをどうするか、自身でパーマン打っています、何切り、うわー嬉しいね、これもいっぱい、泣きたくないけど泣きたくない、泣くと3900、点数状況的にはね2着目まで全然、うん、でもこれだけの ね手配だったらちょっと面前で勝負手にしたい気持ちもあるか、引いた、あーナイス、これは三面ちゃんでリーチになるのか、三面ちゃんだと見た目5枚ですね、はい、ローマン4枚とチーソー1枚、うん、三面ちゃんダマテンとかも、でもダマテンにしてもこれ手代わりがないですね、リャンソー切っちゃってるし、ローソー引いてもフリテンだし、3万切ってカンスマンの打点で取るか、ただね自分の目からやっぱ3万が4枚見えてたりするんで、カンスマンがちょっといいかもっていうのね、なるほど、シンプルに枚数でいきました、はい、実際は山に残ってるのはローマンが1枚だけ、ローマンが1枚だけ、カンスーマンに受けてってもスーマンが1枚だけ、スーマンが1枚だけ、はい、思ったより薄かったが、ただターチャからね、はい、出ることはあるんで、ありますよね、チーソーは黒沢が持っていてちょっと出そうにない、ん急走現物、リャンソーも現物、ここはリャンソーの方、これ黒沢来てしまうんじゃないか、赤
赤嘘が1枚残っています。黒沢赤嘘黒沢さんもこれでも親落としたいぐらいのレベルだけど、宝珠はちょっと嫌ですよね。宝珠嫌ですね、なんかもうこっから1曲も宝珠しなかったら、はい、大体残りだと思うんでですね。次もし転敗すると切るのは無筋のスースー。うー痛い痛いね、痛い。この選択肢登場を考えていただけに痛い。イーソーって何ですか。イーソーは両層が早いっていう。と取ってないですよ。三ピンチだって。滝沢三ピンチ。うわっ。うわリーチはいかない、リーチはいかない。うわサブロピンテンパったなと。さすがに黒沢さんスーソービシュンです。まあスッチソーがねシンプルに通ってないですもんね。黒沢さんテンパイしましたね。滝沢考えているぞ。滝沢さんねこの地位は、はい、まあ、黒沢さんもこの状況だったらほぼ降りるでしょうと、うん、で自分も安全牌足りてるんで、はい、それだったら天牌も狙いましょうということで地位をしたんですけど、テンパってましたね。降りてませんね。そうそうそう、もう何ならもう無筋を当たるまでいっちゃえみたいな。これはサブローピンですよね。いや寒いねこれは。ちょっと3枚もあるんですけどサブローピン。え？ローマンまだ残ってますか。ローマン1枚、はい。やばいな。いやこれね飛び込みたくないね。東条さんは東条ピンチまだ。うわ怖い怖い怖い。てか秋の3品もちょっと危ないかもしれない。いやでも秋さんねさすがにもう黒沢さん空気変わってるんで大丈夫かな。これ大丈夫だと思いますよ。テンパっちゃったりなんかしたら、いやいやいや2人に無筋だから大丈夫か、うん、あ東条は現物なんですよ3品が。あそっかそっかそっか、はい。いやー流局堂々と開けてきます。黒沢堂々と滝沢さんの思う通りにはちょっといかなかったっていかない、いかない、いかない。黒沢東条の2人転敗で流局。これはでも怪人にとってはね、はい、あの東条さんと秋さんにとってはまあ嬉しいですね。はい、一曲伸びて。しかもリオちゃんは滝沢さんとの点差詰めて、そうですね、一曲消化しなかったんで、はいはい、滝沢にとってはちょっと痛い一曲でした。さあ黒沢連チャンドラは3万です。なんかまたいいいいですね。いいですよ。秋は白がドイツ。両面が3つあります。登場も面白い手配ですが。面白いけど。おいいピンからか。じゃあちょっと本一を見てるとか、うん。滝沢ドラガンコだ。いやここだね。これ決めたら滝沢。これは勝負、はい、したいけどでもここに一人いるからな、なんか。なんかいます。やばい人がいます。いやさすがに滝沢さんかこれは。いやと思うじゃないですか。うん。いやさすがにこれはでもあれですね、仕掛けもありますね。ウーマン落ちとか。いや例えばなんですけど、はい、次出たスッチーピンってもう3枚目なんですよ、はい、ほうほうほう。でこれ想像の仕掛けっぽいの始まったじゃないですか、はい、だからマンズとピンズ泣けるかもって思えば、あこれポンか。ポンはない。おポンありましたけどね。うんてかした方が良かったと思うんですね。した方が良かったですか、うん、で普通にチーソーのくっつけチーニーズのはい、ピアンシャン手に取れるわけだから。さあこれイーソー出るかな。一瞬切りかけましたが打たれます、うん、これはチー。さあ当時本一のイーシャン、例えばこうなってる時もね、あの急走ポンしてた方がいいですよね。滝沢一刻も早くリーチに行きたい。シャーは当時シャーチャだけど二巡前に黒沢が切っている、うん。いやいいシャンテンだわ。これ滝沢さん三色付き。お来たぞ。いや急速ポンしたいね。先に想像処理。うん。自敗があまり出してるんでね。
木澤、いやーダメか、何勝敗、リャンソーから切るか何から切るか、うん、ここは何の方から、え、赤馬、赤馬です、赤嘘が残ってる、うわーキモ、これも嬉しくない、嬉しくないね、嬉しくない、でいいピン来てやみてんでしょうね、これはいいピン来てやみてん、三色や両面シャンポンの変化を待つ、もう滝沢自敗しか持ってこない、リャンソー早く処理したいのに、確かに白ポンだ、白ポンして待ち替えです、秋、あーウッパーピンだ、これはちょっと冷静な、うん、かわし決まりそうですけど、滝さん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 、いやこれもう、いや全然良くないですからね、イーソー3枚見えで、いや切っていく、うん、滝さんピンチ、せっかくのドラヨンなのに、ウッパーマンに変える手もありそうですね、そうですね、ウーマンで上がると3色つきますね、うん、あーでもここは、うん、こっちの方が上がりやすいという判断ですかね、はい、わー来た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 、これですよ、これは嬉しいけど、これは嬉しいですね、嬉しいけどすでに秋が転敗、登場はチンツイシャンテン、うん、本一になってしまったが、ナンは1枚切れているだけか、これ乾燥切っても一応チャンタですね、で3900でしたけど、ここはシャンプーに受けました、急走ナンは1枚ずつ切れている、はい、ナン掴んだ、うわ打たれる、登場の上がりです、ナン本一3900は4200、まあ通行料みたいな、はい、そんなに安くていいのかしら、いいんですけどね、いはい、いいでしょう、もうこれ下の3人の競りですか、はい、下々の戦いを見届ける黒沢です、さあ何に、失礼しました、何2曲秋の親番、ドラは小さ、いやなんか滝沢が2着なんですけど、手配的には一番ずっと苦しい時間が続いてますね、いや滝さん今のもう上がれないのはもうちょっと滝さん上がれないどころか転敗してないですからね、うん、今の確かに、さあ登場赤とドラが1枚ずつ、滝さん一面つ、いやひどいひどい形かもしれない、これは良くないですね、うん、黒さんも面つありません、秋ドラのチーソーを引いてきた、形は今回みんな悪いですね、そうですね、うん、時間がかかりそう、あれ、うん、か時間かかりそうかな、かからなそうかも、さあ相撲次第で秋一気通貫があるけど、ここは9万を切っていきます、いやーこれでもリオちゃんが時間はかからなそうです、いやでもこれ泣かないですからね、チーマンとか泣きたいですよ普通は、まあ、でもこの点差になったら、はい、泣かなくても、うん、てかなんか泣かない方が安定感あるかもしれないですよね、例えばこれ今カンチーマンチーしちゃうと、はいはい、親の現物のパワーマン消費して親に現物なくなっちゃうんですよ、それはちょっと嫌ですね、うんうん、だからなんかもう親にさえ打たなければ、はい、通過かなって感じはするんで、泣かないのもまあ黒さじゃなくてもまあ全然ありますよね、はい、引いてきそうです、泣かなくてもなんかこれからできる安牌によりますけど、自分の手の中になんか安牌どれだけあるかみたいな、泣いた後に、はい、さあ滝沢一面つできていて徐々に伸びてきますが、え、なんですか、パーピンですかね、じゃあスーピンから先にいくかみたいな、ドラ、いやでも形が良くないからな、もないカンちゃんとペンちゃん丸、あ上がりたいね、これは上がりたいぞ、シンプルにチーマン切り、スーピンチーリャンピンチーとかもあるかも、うん、えこれ嬉しい嬉しい、でもなんかもうちょっと見せかけな気がするずっとこのパターンですからね、そうイーシャンテンまでは来ます、滝沢さあ秋やめに変わったけど、いや一番遅いですよね、
あ、急須が2枚切れたからちょっと急須切りも考えたけど、はい、でもドラの小さを積もっちゃった時とかに、そうですね、一歩遅れてしまいます。そう、いいシャンテンに取れないのは結構厳しいかなっていう、いやー苦しいぞ。痛い。まあ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 、でもしょうがないんじゃないですか、はい、この順目は。リャンマも来てたし。そうですね、うん、ここ単位か敷いてんなら許されるんじゃないか。そうだけどな、普通は取るけど、しかもなんならこれもうサブローピンチでも全然取りやすい、はいはいはい、いやイーソーがね行きましたね、これイーソー残しが。そうですね、はい、トラのチーソーない。タキさん、いやタキさんね、しかもね、なぜかこのこうやってやった時に限ってパーソーが出てね、はい、ポンテン取れなくなってるんですよね取るかどうか別として、はい、でもなんか取りそう、イーソリアンソ切ってたら。うん、この順で全然入れば問題ないぞ。パーソーある。イーソー、いやでもドラチーソーですからね。めっちゃついて、いやリアンソーも2枚切れだし。あーあー、もうこれはチーソー固定。そうですね、安全度ってことですね。じゃあこれはチーソーが山にないだけに苦しいぞ滝沢。さあ黒さん、さらに広くなってここで目いっぱいです。あ、これポンテン取りそうっすね、さすがにね。うん、なんかサブローピンチもう普通はしますけど、この順目なら。うーん、あ、痛い。いやいや喋れなくなってるじゃん。痛すぎ。いや痛い。あーでもこれ登場、登場イーシャンテン。いやでも登場さんも薄いですよ、これサブロス層も結構。あ、薄くない。いや3、いや二山だな。あ、そうだった。引いた。どっちに受けるかですね。黒沢はシャンポンが、なんかシャンポンに受けそうなイメージはありますけど、はい、シャンポン。パーピンと3番のシャンポンです。黒沢がテンパイ1番乗り。あ、そうが3枚切れですからね、急走切り。ドラ持ちいそうですし、うん、いい数値マンフリテン。おお、いいシャンテンだ。ようやくいいシャンテン。いや、いい数値1ピンぐらい引きたい。あっ、リャンピン、リャンピンも切ってるんですよね、はい。さあ秋の脳天の可能性もあるぞ。おー、テンポったよ。ちょっと待て、リャンピン大丈夫か。いい数値ピン、ここで引いたら最悪だぞ。これは大丈夫か。大丈夫です。おー、降りた。大丈夫、ローピン。これ安全度ならパーピンですよね、はい、おそらく。そうですね、うん、あと親に泣かせない。はい、ここはパーピン切りです。さあ秋天杯は入らないどころか当たり牌、はい、て。いやー、これゆうちゃん、あ、違う、2人天杯か。黒沢も天杯ってますね、うん、登場と黒沢の2人天杯です。さあ詰まってきましたね。詰まりますね、詰まってますよ。詰まってますよ。さあ登場の親番となりますが、300点差ですね、滝沢さんとは。これも合ってないような差。300点、東条さんの方が下。ただ秋さんも全然圏内。秋さんマンツもすると1回滝沢さんまくりますね。1万100点差。2着争い面白くなってまいりました。なんの3局東条のエヴァンドラは3万です。うん、1メンツ2メンツあったか。いいピンがあんこですから2メンツ。打点はちょっと見えないですけどね。うん、滝沢ダブナンが統一だ。もう一枚からも行きますかね。いやー、どうですか。ダブナンバックでもなんかもういいかなって思うんですけど、ただやっぱこういう時って、はい、そのトップ目の人がどう打ってくるかっていうのを見極めるのも、はい、やっぱこれね大事なことで、はい、これ黒沢さんの場合例えばペイ泣くじゃないですか、はい、
そのアシスト的な意味で役配を連打してくるっていうのが、僕は黒沢さんあんまりしてこないタイプだと思ってるんで。してこなそうですね。普通ならね、これペーポンしたら黒沢何瞬発と思ってますから、そう全部切ってまあなんか泣かれてもいいよってやる人も結構いると思うんですけど、なんかそこはね、やっぱなんか麻雀プロがね、うん、その美学みたいなもの、はい、ありますよね、持ってる人いるんで、うん、さあ東条カウンスを引き入れてくっつかみのシャンテン、中級シャンテンじゃない、本当だ、何もしなくてもほぼ勝ち上がりがね、うん、濃厚ですよっていう時はあまり手出さないっていう選手もいますから。そうですね、あれめちゃくちゃ伸びて、しごろもあるからりゃんそうですよ、ね、これは、ね、うん、これ滝沢さんがチートイで、いやでも圧倒的に東条さんかな、でも秋さんも、あー両面両面だ、これ多分全部いきますね、ぶつかりますよこれは、もう絶対全部いく、きたか、いやもう不満すぎだけどね、ルーピン、うん、取らずあります、あると思いますけど、でもこれ上がれば一回かわせるからね、いいピンが今切れたところ、いやなんか取らなそう、取らない、東条これは全然有力、さあ難しくなってくる、滝沢チートイツのいいシャンテンをキープ、黒沢全然難を打たない、難打つ気配がない、うわーリーチだよ、来たぜ、うわーウーピンが残ってるけど、ウーピンくっつけば強いか、そっちじゃない、いやこれは、いやこれリーチでもおかしくないですね、リーチ来られたらリーチいきますね、ウーピンって、はい、先生リーチが入ったタイミングで、これは無理だね、さあ黒髪の登場で、超攻撃は数万ですけど ね、そうですね、でも無理、これはもうリーチいっちゃうでしょ、登場考える、数万打てるか、登場他のタック考えてるか、なんかいやー気になる、そうだよね、がここは一発で捉えました、リーチ一発単葉ピンフ8000は8300の上がりで、まだ滝沢には届かず、はい、これでも8000打っても東条さんまだ可能性あるっていう、はい、マンツモでいけるんですよね、おそらくマンツモでいけますね、はい、はい、さあ予選 A ブロック1択オーラスは激しい2着争い、黒沢咲人生と同じく高みの見物ですもう余裕、確かに16残2から OK ですかね、東条さんは、なるほど16残2から OK、はい、秋さんは2600点、あ違うな、もっとないか、1800点差、1800点、うん、なるほど、じゃあ400-700ですか、はい、つま上がりは、うー黒さが一番いいんじゃないか、2メンツ秋はどうだ、あーメンツはないぞ、東条チートイツですかね、3トイツ、親の滝沢も決していいとは言えない、黒沢が安い手で上がってくれても滝沢の勝ち上がりです、確かに万願とか積もられると滝沢の負けです、え本当じゃん、1800点差、アキさんはもう急走離しましたね、ドラの急走ですね、うん、はい、さんこれ脳天ちょっと許されない状況なんで、はい、滝沢さん一回も上がってないですね、上がってないですね、ノーホーラでの勝ち上がりという伝説を作るか、滝沢ありえますよね、はい、ノーホーラで勝ち上がりってすごい、いやこのねシステム最強戦とかもこういうの同じシステムなんですけど、うん、見たことないですね、そうっすよね、ノーホーラでの勝ち上がりはさすがに、あー一回ぐらい上がれ、いやもうこれはずっとこのハンちゃんはこういう流れなんであ両ピン切ってる、両ピン切ってるでもこれはねもうなんか、はい、まあ、分かりますけどね、もうなんか降りてればいいんで、うん、うん、何回も言いますが黒沢高すぎると滝沢の負けです、積も上がった時に鎮逸とかになっちゃったら、鎮逸とかになると圧倒的に滝沢の負けです、うわー9万か、9万ゆったりといく、結構こういうのも勇気いりますよね、500戦 OK なんでね、はい、さあ単位を見えてきたぞ、いや今2万でしょこれは、滝沢さんはちょっと3ピンも考えてるけど、3ピンか、 E ピンが2枚切れ、
ああ3ピンだ。3ピンか。シンプルに。うん。あ、やばいね。やばい。え、やばいじゃん。まあでも、あ、え、わかんないよ。これ、イーソーとかだったらポンするかもよ。ポンするかな。ポンしない。まあ現状ね、役割のイーシャンテンですから。確かに。あれー、リオちゃん来たかも。イーシャンテン。裏一必要だけど。シーソーが。シーソーはどこにあるか。1326は足りないですから。はい、え、2差しじゃん。ほんとだ。もう一旦いいピンですかね。お、2差しじゃない。ん、これはどういうことだ。もう形は足りてるっていう判断なんですかね。まあてかそもそも2差しになるとしたらパーソーか急走重ねなきゃいけないんですけど、急走握れなんですよね。はい、ドラの急走が握れか。うん、だからなんか危険杯先に処理みたいな感覚だと思いますけど。じゃあペンチ走で最悪リーチ積もって裏の条件。いやそうですね、はい、はい、さあ滝沢単4ウィーシャンテンになった。黒沢連冠だぞ。さすがに残しそう。いやでも滝沢さんは何杯がなくなるってことか。これの現物が何なんですよね。で何切っちゃうと、あ、もうこれじゃあ自然に鎮逸になっちゃうかもね。はい、きたぞ。あー、これミスれないね。何切りますか。イーソー切ってますよ。いやす、いやちょっと待って、これマジでむずいね。スッチーピンは結構場に切れてる。いや切れてるけど、はい、スーピン周りがやっぱちょっと強いっていうのが横伸びですね。はい、じゃあチーマン、シンプルなのはスーピンですよね。でも確かにパーマン握れだわ。パーマン握れ、いやこれチーマンありますね。パーマン握れで、うん、なんかこの馬球だとウッパーマン全然よく見えないんで僕は。はい、チーマンあるわ。チーマンですね。来た、いいタイミングで切ってくれました。え、もう一回言います。アキさんは1800点差が2000点、単用ピンフになれば闇点が効く。闇点効く。でウーピン引きとかも何でもいいんで、そうですね、サブロッキューピンに上がってもらって。単用だけじゃダメなんです。引くか、引いた、闇点だこれは。単用っけ、文句なし、どっから出ても大丈夫。え、でもね、登場も来た。いや、これ嬉しいでしょ。ドラ引いても OK だから。はい、秋のスッチスはそんなにないか。ない、そんなにないよね。1、2、3、いや、あるね。4、5、3、山。え、待って、クロスマスのマンガンのイーシャンテン。マンガンはやばい。マンガンはたくさんやばい。マンガンっていうか、羽マンも。うわ、チーソーじゃないか。これはリーチだ。え、激アツ。あ、でも、スーソー現物。これ、黒沢さんを見て。本当だ、黒沢から、スーソーがすぐ、打たれるな、この順目ですね。打たれません。一発も条件クリアですね。はい。で、秋からは、当たらないですよね。当たれないね。裏裏条件になっちゃいますね。はい、もう一発じゃなかったら当たれない。うわ、いや、これそう。リャンソーも、リャンソーなんか本当にない。うわ、テンパったよ。滝沢テンパイ。関ローマン。いや、ローマン、山に1枚しかない。リャンソーも1枚。これ、スーソー打つあるよな。でも、ローピーマン、あれ、こ強いから、打てなくて。リャンソーゼロか。リャンソーないの？いや、そう、なし。ないか。ないんだ。ほんとだ。うわー、ローマン1。じゃあ、秋のスッチーそうか。え、でもローマン1だよ。あるよ。ローマン1か。ローマンが1。どこにあるか。いや、行くっきゃない。てか、当たられないでしょっていうね。当たられないでしょ。当たられないでしょ。ほとんど。登場無念の順から、さあ、いいスマフリテン。いやー、これね、1、2、4、5、7の時に、みたいなね、タイヤオーティーマン来たって。まあまあ、そりゃそうだね。そうか、滝沢は当たられるかもでしょう。うん、当たられるかもでしょう。ね、8000は当たられちゃうんで。でも、押していく。チーマンが現物でしたけどね。うん。さあ、黒沢、丁寧です。いや、丁寧。丁寧。滝沢さんにね、ロンってやれる可能性あるんでね。はい。スーソーは。どうだ、いやー、ローマ上がったら奇跡だけどな。まだ1枚ある。黒沢は丁寧にここは降りていく。秋のスッチーソーもあるぞ。ない、うわ、登場耐えられるか。大丈夫。え、これ流局したらまだありますもんね。まだあります。滝沢が伏せることは考えづらい。リオちゃんからしたら赤ワイン、うわ、チーソー減った。黒沢が吸収していく。どうしちゃうのよ。さあ決着つくかつかないか。マジで滝沢最後のツボいない。うわー、リオちゃん助かったね。これは助かったんじゃない。ちょっとまた勝つを考えてるぞ。いや待って、私
アキさんがノータイムで、ね、ずっとつま切りなんで開けるかどうか考えてますね。初はもう2枚切れですもんね。これ親から転敗宣言しなきゃいけないんで、はい、これアキさんが転敗ってないんだったらもうノーテンで終わらせたいんですよ。うん、あ、これ崩そうとしてるわ。いやー、崩したら負けたぞ。アキさんノーテンだと思って。アキがノーテンに見えるのか。アキさんテンパってなくても全部いくんでね、どうせ。そうか、うん、いやでもいった、わかんないわかんない、開けるかもしれないってことね。開けるかわかんないです、うん、今もう決めてるんで。どっちだ、開けたー。これはねテンパってないですね。3人テンパイよかったってね。はい、いやアキさんがねまたねノータイムで打ってたのもよかったし、手出ししてたのがね現物の3層だったんですよ。あ、そうでしたね。現物の3層をロー層とスライドさせて、はい、で それ以降全部つもぎりだったんですけど、まあ脳天のこともあるよねっていう。いや、開けてくれで滝沢さんに、ここはねもうね本当もうプロ同士のね、はい、その打牌のスピードと読みでね、うん、面白い一曲でしたね。面白い一曲、はい、さあ登場にもまだチャンスは残りました。オーラスは一本場ドラワシャーです。滝沢の連チャン、これちゃん伏せてたら負けでしたからね。負けてましたよ、うん、ていうかなんで上がれねえの。滝沢未だにノーホーラです。久津さんからね、滝沢ノーホーラ久則という、うん、これまたいじりが待ってますよこれ。滝沢ノーホーラ和則、はいはい、久則は誰だ。久則さんはいません。久則はもう和則さんです。はい、うん、条件として供託が出たんで秋は1000点でいいのかな。1000点 OK ですね、はい、1300でクリアですね。東条の条件も軽く、東条さんは、いや東条さんのリーボーだって、そうか自分のリーボーか、今9600点差ですか、はい、うん、そうですね、変わってないですね。1600、3200から、うん、1326は届かない、うん、ドラワシャーです。これ黒沢が上がってくれるのを祈るしかないか。上がれそうです。黒沢またね、そう下ちゃんが黒沢さんっていうね、はい、マジで泣いてくれなそうなんで、うん、1800点差ですから黒沢が1600、3200までは滝沢セーフ。いや今のねもうこの一杯ですら痛いですね。東条のチューンですか、ね、うん、はい、秋もなんとかなるかもしれない。ドラのシャア、登場はドラのシャアを使ってという使わないと厳しいかもしれないですもんね。そうですね、うん、それか単妖で、はい、積もるとかリーチして積もるとか、まあ、またはねまっすぐ攻めて赤い地でっていうのもありますけどね、うん、切りたい。いやシャアでもいいと思いますけど、だって条件足りてますもん、チートになった時も。そうですよね、うん、赤があるんで。そう、ただシャア使えてれば、はい、出上がりも出上がりも効く。滝沢がシャアをつもぎっていく。あらー、これ待って、もう黒沢さんがね、まあ一応ねマンズで123のメンツ落としてますけど、本当だ、ちょっとゆっくりめにやってますからね、黒沢さんは。さあ登場メンツ手も残るぞ。クワシャを切って目いっぱいだ、削れないっすよね。滝沢メンツができない。クワシャ単葉か。おー、さあ来た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 、いいシャンテンですが、まあ何でもいいんで、おー怖い、今パーソンくっつき残す。インソムリアンソーも1枚切れずつでしたけど、これサブロピン引いたら秋はどうするんですか。いやリーチ打ちますよね。リーチですか、ナイビシャンポン。さあ滝沢ようやく一面つできました。これは役がなくなりそうだ。滝沢さん伏せれないですからね。伏せれない、うん、難しい。いやでもこれは言いそうか、うん、はい、単野になることもあるし、うん、おお、東條さんも単野行きましたね。そうですね、でもチーソーあんこか、ここに。いやチーソーからなんだ。で黒沢がいいシャンテン、おわー、でもこれは助かりじゃない。これはリャンソーですよね、うん、これはチーソーないのはね、ローソーパーソー重なればキー大チャンス、朗報だけど
うわ難しすぎる。どうするこれ。しっとり決める手もありそうです。あるけどキューピン2枚切れ、あースーピン切りそう、はい、これポン材も優秀説あります。滝沢さんトイトイですか。水槽9槽出てないでしょ、うん、チーピン9万いずれもションパイですよね。これ仕掛けありますね。ありますか、うん、出ましたよ。9万は泣かない。うおー、これさ泣いてたら数層クロスに入って、ほんとだサブロピンテンパイ。サブロピンテンパイどうなるか分かんなかったですね。サブロピンは8枚あるぞ。いやごめんなさい1枚切れてた7枚だった。いやでもだってそれさ滝沢さんが掴んだらもうダメだったから、はい、あチーピンポンだ。うわーいいタイミングだ。これは上がれそうだね。滝沢ついに初上がりくるか。ナイスワンスルーだったと思う。これは上がったんじゃない。さすがにうわあ感知層でいくか。いくでしょう。空だけど秋。いやでもこれね降りれないんですよ滝沢さんは。でも降りれないことが幸いし多分上がりに。いやでもリホちゃんだってうわー登場だって当然行きたい。いや行くよね。行きたいがどう行くか。ヤンソー切ってますしね。ウソ行きますね。あじゃあここはウソ、うん、ウソいう切りはないと思いますけど安全牌もまあないですからね。ここはウソ勝負だ。さあ滝沢積もれば三暗光がついて決定打になります。ここで黒沢さんのカットインが入ると滝沢さんがちょっと黒沢激アツカットインが入るかどうか。救急シャンポンってうわ来たー追っかけに来た。このスッチーソーはスーソーが1枚だけ。え出上がり OK でしょ。リーボー出てる出上がり OK。 さあまたこれ3人のめくり合いですよ。あうわーテンパッあテンパってないテンパってない。えさあスーソー1枚秋の缶チーソーはなし。熱っ。ただ滝沢のシャンポンが一番強そう。めちゃくちゃあるよ滝沢さんのシャンポンは。三山、うん、三山ですよね。9万が1枚切れだけ。これ出上がりならまだ分かんないよ。うん勘違いさ順から9層だ。滝沢滝沢ついに初上がりが来ました。3900は4200、はい、でリーチ棒3本ゲットでどうなったんだ。羽つもぐらいか。いやしかし9万1枚目泣かなくて本当に大正解でしたね。うんお見事、ね、お見事すぎる。うん白鳥さんならあれねポンして数層クロスさん入って。いやでもね多分ね数層からだったら泣いてたと思うんですよ。なるほど、うん、数層やチーピンからそう、うん、チーピンも際どい。でも数層が一番なんか馬強的には良くなかったんで、うん、うん、数層からだったら泣いてた可能性が高くて、はいっていう感じだと思いますけどね。いやめちゃくちゃ面白い曲だったな。はい、これ条件どうなったんですかね。なんかパッと見は滝沢328、はい、羽つも東條さん羽つもで秋は14000、まあ、羽つもっぽいですね、うん、はい、いやこれはでかい上がり最後に、うん、満直羽つもえてかめちゃくちゃ面白くなっめっちゃ面白いですね。めっちゃ面白いね。いきなり、はい、すごっ。工場は17800点差ですから、うん、まあまあ羽つもですね。はい満直は足らないか。なんか多分これ直は起こらないんですね、うん、ほぼあのめっちゃ速いのとかじゃない限り、はい、うん、じゃあもうリーチで2人ともリーチで基本はそうなりますよね。羽つもを狙うという曲になりそうです、うん、流局すれば滝沢は当然伏せますから、はい、はい、最後の一曲になる可能性も十分あります。さあこの A ブロックは、ごめんなさい A ブロックの1択は2人が勝ち上がると、はい、いうシステムで行っております。黒沢さんはなんかもう見てるだけみたいになってましたね。うでもでかい上がりだな今のは。そうですね、うん、でも多分滝沢さん負けたと思ったと思いますよさすがに。さすがに2件リーチはね2件リーチで、はい、さあ
オーラス日本馬滝沢の連チャンとなります。これちょっとこれだけこの対局が面白いと後に続く人たちもプレッシャーありますよね。まあありますけど、うん、でもまああれですよ、自分の対局に関してはね、はい、もうなんかちょっと多分はこらなきゃいいなぐらいの気持ち、白鳥さんは伊達、佐々木、ルミというメンバーに囲まれて、うん、めちゃくちゃ、はこらなければいいなと、だめちゃくちゃなことされそうです、はい、うん、さあ秋羽根つも本一かチートイツか。そうですね、はい、本一チートイが一番早そう。登場はなんとなく三色を狙っていくぐらいですか。滝さん一応手は組むんですかね。滝さん一応組んでますね。いつも県外から一人か逃げれるとかね、うん、あれだってこれドラドラチートイもあるから。そうですね、普通にありそうだけどな、2巡目でこれだったら面本かドラドラチートイか。うん、分かりたくなってくるぞ。羽根つも県内抜ければ結構安心ですもんね。うん、え、でも羽根つもに羽根つも条件2人ってもうそうそうね、うん、結構安心しちゃいますけどね僕だったら。滝沢は今まで何回もこういうところでまくられてきたんですよ確かに確かに確かに、まあ、でも組んどくのはやっぱ大事で、その瞬間やっぱ積もっているかもしれないし、ね、リーチ来た瞬間に、はい、ん、緩和したくない、切りますね、はい、積もぎりです。うわー、来たぞ来たぞ。やっぱ、いや、もうドラ切っちゃいますか。ありだけど、はい、でもドラ使ってもいいんすもんね。んただドラ使わないのが満直が出るから闇金が効きますよね、メンホンチートイツだと。そうなんですよね。でも64は7線直でも、あ、64、7線直は変わらないんだ。変わらないんですね、うん、あ、ごめんなさい、ん、7線直1万4千だから変わらないですよね。変わらない、はい、変わらないからメンホンチートイツにしといた方が直撃もね。いやー、これはちょっと3万、これ3万切りあるんじゃないか。シャー2枚切れだね。シャー2枚切れか、じゃあ3万、うん、うん、黒沢しごろの3色があります。うわ、いやー、これはでもね無理ですね。9万持っててもシャアがもう切れてるんで、シャアさえ切れてなければということにならなければいいが、うん、満足自配外はいらない。焼き登場は差し子ですよね。だけど、はい、今のちょっと難しい。あ、いやでも難しくない、切りましたね。いや難しくないか、そんなにゴロチもあるってことじゃなくて、あのあれですね、メンタンピンツも3色がいいんで。あ、そうか、うん、チーソーとチーピンの重なり、ピンク3色にもういい判ないと羽根マン確定しないですからね。そうですね、はい、赤かタンヤをつけたい。さあ滝沢いいシャンテン、来た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 、うわー、確定の方、ほんとだ、裏一なしってことですね。まあでも赤もあるから。そうなんですよ ね、うん、思い切りましたね登場。うわー、来たぞ来た来た来た、いいシャンテンじゃん。トンペイ白、これ数万短期とかだと滝沢からの直撃も、いやでも自敗にしたか。そうですね、さすがにちょっと信用できるのがね。え、とかめ全然あるじゃん、トンペイ白、ペイに至った三山よ。うわ、滝さんもちょっと怖いですよね、秋ドラのパーソーを早々に外して。いや怖い怖い、ピンズもマンズも余ってる。確かに確かに、何をやってるんだみたいな。でも数万が、いえーって、これラスハイなんだよな。これいいシャンテン、取らない取らない、滝沢も想像は大体通りそうだから。そうっすね、あと40はしのげるぞ。だし
スーマンがやっぱ手出しだったんでね。はいはいはい、まあ、スーピンか、そっちにマンズに寄ってるでしょうというっていうことですか、感じはありそうですけど、ヤンソー、サンソー、ローピンか、ローピンもできた、ここはローピン合わせていく。いやでも全然あるよまだ、引かない、ペイ1枚ね、黒沢に吸収されました。登場は違う、いや厳しいね、これリャンシャンテンですもんね、残りつも4回だから、もう差し子じゃなくても、いやでも差し子を狙うか、まあ足りないですもんね、さあ違う、いやこれ違うのよ、違う、ペーチ交換してくれ、赤ウーマンと、あ滝沢折り切れそうだ、うわー、トンもなくなった、本当だ、トンの方がなくなったっすね、トンがない、じゃあハクは、ハク、うわーこれペータンキったらいけるけど、でもこれ無理じゃね、あ無理じゃないわ、うわ、いや1枚、え、1山だよ、2枚じゃないの、1枚切れてた、黒沢さんが、これは滝沢はペイは打たないです、いや打たないでしょ、打たない、打たない、絶対足りますもんね、パーピンパーピンっていけるから、絶対打たないけど、となればラッサイのペイを秋が積もれば逆転での勝ち上がり、なんという面白さ、えぐぐ面白すぎてやばい、ペイいるか、違うんじゃない、違うんじゃない、それじゃないんだよ、ああ、ええ登場が条件できてる、やば、ウーピンは一発か、裏、え、これ、はい、アキさんリーチありますね、あ、ハネマンでいけるのか、ハネマンでいけるの、え、ハネマン1万2000、いや、裏1万6000があるんで、はい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 、ま、1万2000はリーボー出ても無理です、ね、そうかそうかそうか、うん、これリーチなんですか、つもぎり、さあ、アキ考えてますね、それを考えてますね、これは行くか、うわリーチだ、アキ、いやこれ一発ペー、裏あるよ、ペーがあるかウーピンがあるか、どっちだ、チーマン、どっちもない、どっちもありませんでしたこれはもうツモ番増えませんからね、滝沢逃げ切った、いやワンパイだ、いやワンパイでした、ウーピンもワンパイだったんだ、いやー、秋最後に条件、秋も登場も条件作りましたが、ここは滝沢逃げ切り、1回の上がりで逃げ切りましたね、いやすごいおもろかったっすね、はい、さあ激闘の A ブロック、1着はトップに黒沢、2着に滝沢、3着秋、4着登場の並びで終了しております。以上の結果から A ブロック決勝進出は黒沢、滝沢の両名となりました。さあ、ではここで選手にお話を聞いていきましょう。はい、あとで、はい、じゃあそのままで、はい、まずは4着となりました、東条さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやーね、最後ウーピンあったんですよ。あったんですね、はい、いやーちょっとね、東条さんね、かなりこうリーチもかけられたんですけれども、はい、フィニッシュまでが遠かったですね。そうですね、うん、やっぱりトーン一曲の黒沢さんの親に、はい、やんそうですね、いやあれね、ドラ4枚ぐらいあったんで、はい、いいシャンテンだったんで、ちょっと数珠が切れすぎちゃったんで、数珠を切ったら、まあ、うっかり持ってきたリアンソー、うん、そうですよね、数珠を切ってるからリアンソーも使いづらくて、そうですね、まあでもそれはまあ致し方なしとして、はい、後の関数マンに取る、ああね、サブローマンなんちゃらと関数マンと、そうですね、あれがまあ、はい、見た目3対5だったんで、さすがにちょっと上がりやすそうな方の3はないけど、はい、まあ5枚引ければいいなと思って、黒沢さんからスーソーパーンって歌いた瞬間、あ、チーソー出ると思ったんですよ、はい、思ったんですけど、いやでもあそこかなり考えてたのは、やっぱもう関数マンでリーチもあった、関数マンの下が闇点で、まあ漫画なんですけど、いやただなんか別に出てくる
町でもないんで、なんかまあ闇店でしたら、まあでもリーチしててもね、数万集まってたんで、はい、そうでした ね結構いや、いそうだなと思ったんですけど、まあちょっとローマンの4枚にかけちゃったんで、はい、あれね、数万が1枚とローマンが1枚しかなかったんで、はい、枚数的には一緒だったんですよ。そうだったんですね。はい、白鳥さん、はい、道場さんいかがでしたか。いや、もうもういやもうめっちゃ面白かったんで、何も言うことないんですけど、うん、本当もう最後弾けるか弾けないかみたいなね、勝負まで持ち込んで、ね、あのめちゃくちゃ面白かったです。はい、はい、ありがとうございます。道場さん、かなりイメージが変わりましたけど、はい、こうなぜこう黒いお髪に。あ、ちょっとあの諸事情があって、最近ちょっと美容室、いつも通ってた美容室に行けなくなっちゃって、はい、で、あの美容室を今点々としてて、そこの担当の人にお任せで、はい、お任せでって言って毎回毎回変わっちゃって、いいですね。でもね、あ、はい、そうですね、なんかあの、うん、楽しんでます。髪、はい、をね、楽しむのね、白鳥さん。いや、いいことだ、いいことですね、非常にいいことですね。はい、はい、では東條さん、惜しくも、ここで敗退と、なってしまいました。最後に応援していただいたファンの皆様に一言お願いいたします。はい、まあすごい自分的にはですけど、結構もう今日は全力を出し切ったなっていう感じの対局ができて、あのすごい負けたんですけど、なんかすごいめちゃくちゃ今日楽しかったんで、うん、あの見てくれてた皆さんも楽しんでもらえたらよかったなと、ん？よかった、いいなと思います。この後もあのまだ続くと思うんで、そちらもお楽しみください。応援ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。いや、続いてはこれ東條さんよりもさらに惜しくもね、3位となりました秋さんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、まずはいろいろ聞きたいことがあるんですが、まずご自身で振り返ってみてはいかがでしたか。はい、やっぱ黒沢さんに言った急走の曲が良くなかったかな。急走トイトイですか。はい、なんかまあトイトイ狙いで、はい、あのペンチピンの方、パッキューピンどっちかね、あの重なり見てみたいな形にしたんですけど、はい、黒沢さんのドラポンでリアンソンサンスを手出しでね、うん、なんかもう、まあでも確かにそのチートイツからのあのトイマスワンコを見てのトイトイ変化のみたいなのは黒沢さんだったらあるなと思って、はい、なんかリアンソンサンスを見て急速切れなくなっちゃって、でもイピン一巡止めたらね、ですね、はい、なんかあれあの曲良くなかったなっていうのと、なんかオーラスは数万重なりそうだなって思ってたんですけど、はい、数万拾っても多分切ってるのはハクなんで、あ、そうするとハクが拾えてないっていうことですね。だからなんかちょっと今の自分じゃ無理かなみたいな。もう数万を重ねてハクで待つしかなかったんですから ね。ただまあなんか道はあったんでね、まあ、悔しい気持ちはありますけど、はい、なんかその前がもうちょっとダメだったんで、いや、ただね、うん、あの苦しい中でもこう最後にやっぱ条件を2回ともね入れてきて、いや本当に、はい、まあ、実際数万も山に1枚しかなかったのすぐ引いてただけでしたからね。これペーワンパイなんで多分、いや本当ね、もう次のつもにあると思うんですけども、はい、いや本当にドキドキさせていただきました、うん、白鳥さん、はい、秋さんいかがでしたか。いやいや、もうちょっともうこれ本当全員なんですけど、めちゃくちゃ面白かったんで、言うことなしって感じじゃないですか。もうなんかその前のね、二間リーチであのカンチーソーのリーチって、はいはいはい、まああれ滝田さんがね、うん、もう滝田さんの初上がり、そうでした、ね、あそこで決まってみたいな、まあね、まあ、めちゃくちゃまあ面白かったんで、全部殺されたね。まあなんか秋さんがどうこうとかなかったですね、うん、まあ、とにかくまあ面白かったです。いや本当に、はい、素晴らしい対局でした。では秋さん、最後に、応援してくれたファンの皆様に一言お願いいたします。はい、ちょっとここ頑張って決勝目指したかったんですけど、ちょっともう最初の方ダメすぎたんで、ちょっとまた多分またも見てもらう機会あると思うんですけど、その時にはもうきっちり打てるように練習してくるんで、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ続きましては、なんと一度の上がりで決勝進出を決めました滝沢和則プロです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。滝沢さん、かなりきついハンチャンだったと思うんですが、ご自身で振り返ってみてはいかがですか。あの黒沢さんの影に隠れて、はい、このままゴールだと思ってあのむしろ楽だと思ってたんですよね。あ、はい、あと1回ぐらい上がれればどっかでいい感じで終われそうだなと思ってたんですけど、はい、苦しい思いをすることになりました。あのオーラス1曲前の、はい、オーラスに最後の初を積もってきたところで、はい、ちょっと考えたのはどういったことを考えてたんですか。それはもう解説してもらってる通りで、はい、伏せる伏せないですね。はい、秋さんはリャンピン一発しか来てないし、まあその後積もりなんですけど、はい、まあね、
天敗っぽく装うでしょうしね、はい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 、昔こんなことあったなとか思いながらね。あ、はい、いやでもさすがにこう開ける方向を選んだと。はい、その時もあの すごい悩んで開けたんですけど、はいはい、その時は多分あの開ける開けないの時に止まってこうやってあの変な時間を作ってしまったので、はい、ツモ版で使おうかなと。なるほど、なるほど、かっこいい。はい、いやそしてねそのまあ、決定打というかは分かりませんが、うん、トイトイの上がり、はい、9万を1枚スルーしましたね。はい、はい、チートイツのイシャンテンでもあるの でその前にチートイツを意識して9ピン来たじゃないですか、2枚切れで、はい、それもあるし、うん、1回スルーですよねと思って。イシャンテンはイシャンテンなんでね。あれ寸相とかチーピンだったらポンとかありました？チーピンはポンっていうのが、多分スーソンもポンすると思うんですけ ど, なるほど、その瞬間はあのチーピンだけポンしようと思ってた。あのチーしやすい方を残すって。ああ、そうか、そうか、確かそうでしたね、うんうん、ここに、はい、そういう予定ではありました。うん、はい、という見事な省エネ打法で、はい、まあ、ただね、上がりのトイトイは一回も上がらずに通過するかと思いましたけど、うん、ちょっと意識しましたか、あのノーホーラー勝ち上がり。いや、何も考えてなかった。一回も上がってないなっていう、はい、いうふうには思わなかったんですけど、今言われて気づきました。はい、さあ滝沢さん、はい、ということでこれ予選 A ブロック決勝戦に進出となりました。はい、決勝戦に向けて意気込み聞かせてください。はい、僕はあのあれですね、チリトマトですね、古橋さんと同じ。あ、チリトマトがお好きということで、うん、ありがとうございます。はい、タバスコをかけたりして食べると美味しいですよ。おすすめの、はい、決勝の意気込みじゃなくておすすめのチリトマトの食べ方を教えていただきました。はい、ありがとうございます。皆さんぜひ、タバスコをかけてねチリトマトを食べてみてください。では決勝戦も期待しております。頑張ってください。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。さあ最後は余裕の勝ち上がりとなりました黒沢咲プロです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ黒沢さん、はい、カップヌードルをすでにもう20個ぐらい確保しているということで、それでかなり安心感を持って、はい、臨むことができました。うん、やっぱりね、あのカップヌードルだけじゃなく天場も序盤で確保したんで、そうですね、かなりゆったりと、はい、打ってらっしゃいましたね。すいません、多分、はい、もう一人決まったなって見てた人だったり、うん、対局者の人は思ってたかもしれないんですけど、思ってました。もう私は結構こういうところから転げ落ちるのがかなり得意なので、はい、多分お三方より一番ドキドキしながら最後までやってます。本当です、はいはい。ただね、あの黒沢さんの高打点がバシバシ決まったんですけれども、まあ、やっぱ白鳥さん、はい、ね、黒沢さんらしい決め方、いやもうらしいですね。まあ、はい、あれでね、やっぱ黒沢さんの上がりやっぱ2発決まったらもう多分決定打だと思ってたんで、うん、はい、2発決めた後やっぱ慌てず騒がずで、もう仕掛けとかももう無駄な仕掛けとかもしないでっていうのがやっぱもう勝ちパターンでしたね、完全に。はい、あの1回目の上がり高め3色だったじゃないですか、はい、安めが打たれてかなり不満そうな顔をされてそんなことないですか？まあ、ちょっとだけ不満でした。はい、そうですよね。でもね、こう山クラス2回決めてね、うん、見事な勝ち上がりでした。黒沢さん、はい、カップヌードルはこれどれを、多分休憩中に食べられる予定とかありそうですか？私実はあんまりカップラーメン系食べてこなかったんですよ、はい、きっと。なんですけど、はい、あのカップヌードル あのシーフード味を一度食べたら、はい、やめられなくなって、はい、今もこう必ずお家にストックしてるんですよ。なので今日はあのたくさん持って、はい、あの帰れるんで、次負けたとしてもあの、はい、家族には褒められるかなと思ってます。黒沢さん優勝すれば、はい、一ケースずつ各種ねもらえるんで。そうですよね、はい、ちょっとあのそれを忘れずに最後まで打ちたいと思います。はい、はい、では決勝も期待しております。頑張ります。はい、お疲れ様でした。はい、はい、ということで、予選 A ブロック1択が終了いたしました。はい、引き続き予選 A ブロック2択となります。